ありがとうございました。すごいことですね。いい、今日の調子はいかがですか。ちょっと言い訳するじゃないですか。一週間前に帰ってきたんで、ちょっとコンディションはあまり良くなかったですけど、はい、できる限り頑張ってたいです。マイプレードという役はいかがでしょう。いや、もう僕のぴったりの今まで一番この役を多かったんですけど、やっぱり僕にぴったりだなと作ると思います今日も本当に思いました。ちなみに実生活はどういかがでしょう。実生活も本当に成人です。ですかね。で、大変だと思うんですけど。すいません、聞いてもいいあの、普段は音楽活動はどのようにですか。普段はですね、あの、月に3回ほど名古屋でレッスンでですね、あとはまあこうやって、あの、ね、月に1度ぐらいのままありますね。来月はコンクールで、1週間後にまた名古屋であのカルテルなんですけど、で1週間後、来月はコンクールですとか、その次はあの大ホールで歌ったり、あの PTA で、あの今までの PTA でカルメンを歌ってくださいっていうのがありますので、それで、あの細々と活動してます。お仕事の方は大変ですね。仕事本職ではないんですよね、歌は。本職は、豆腐屋です。そうですね、本職は、本物で言うと前の水道で。どっかで降りますね、その辺。はい。作業してます。ありがとうございました。ではまた後で歌っていただきますので、よろしくお願いします。